こんにちは、ハリー桐野です。今回はひろしくんの忍者視点になります。よろしくお願いします。それでは早速第1試合目見ていきましょう。対面が運命とケルディムですね。こっちは相方ザックアメになってます。最初はそうですね、ケルディムと運命っていう組み合わせだと運命が前やっぱ出てくるんで、とりあえず相方の出方を伺って中距離をしますね。これは早めにケルディム行かないとバリアとかはやっぱ貯められるんで、パパッとアサルトビットを使わせるが、まあ迎撃されると。アメキャンして、デスティにちょっとちょっかい出すが当てれず着地取られ、相方も半分減ってるんでちょっとこれ悩みますね。向こうがまだノーダメージなんで、相方150と。この流れはまずいが、やっぱ3025なんでね、相手。3025は、どっからでも負けれるんで、こっからゲロビを当て、デスティもちょっとダメージ取ったんで、ここは相方先落ちを選択ですね。まあ一旦下がりつつ、374で覚醒あるんで、これを割って、どっちかにダメージ与えたいですね。できればバーストもしたいが、ここでアサルトモード。あのアサートモード、あれ、修正しません？まあダメージ安いんで、まだいいんですけど、開幕からあるんで強いですね。で、ここはビームが外れたんで、覚醒とビームビーム。で、ビームビームで攻め系しつつ、ここでちょっとなんかグダルが、なんとかダメージ出ましたね。まあ、ビームビームと、まあ、単発のリフターで、まあ260ぐらい取れたかな。で、ここからは相方覚醒と、ここもね、お、うまいこと。特格射撃派生からゲロビー。今回の修正、特格射撃派生がヨロケになったんで、強ヨロケが。そっから安定して拾えるようになりましたね。で、ここで着地にビームを取って、で、相方ケルディも減らしてるんで、コーラってね、ほら、やっぱり覚醒とかで、今日ゲームが変わるんで。もうブーメラン差し込んで、ちゃんと迎撃。ここはちょっと怖いな。怖いけど、まあ、取られても落ちてないんで。大体運命覚醒中なので、こっち落とされてね、ちょっとまずいから。まずは、攻めてくる運命を見ましょう。で、運命も、残像以外は、ケルディム守ると思うん で、ここはケルディム狙うが、助けた運命を迎撃して、オーバーヒーのケルディムメインを当てて、相方のビームが、ビームじゃないな、メインが当たって、落とせましたね。ここもしっかり迎撃して、こうなると、まあ、忍者、まだ落ちたくないかな。お前、特格射撃派生が格闘派生。で、起き上がりに、前角ですね。レジェンド、横とかな。レジェンド残像に対して前角を置いて、フィニッシュと。まあ、最後の方は、うまいこと巻き返して、いい感じでしたね。やっぱね、3025はね、最初有利でもね、覚醒だけで巻き返されたりするんで、そういうとこがちょっと怖いですね。安定のしなささ。どうなんでしょうね。はい、対面、次2試合目ですね。2試合目は対面、ハイニュー、ケルディムと。最近は、ハイニュー増えましたね、マジで。うまいプレイヤーも全員使ってるんで、今確か使用率、なんか 40% 弱あって、勝率56ぐらいなんで、まあこれは GGGP までになんか1回修正されそうな気はしますね。それでは試合の方を見ていきましょう。対面ハイニューなんで、とりあえず、強振が最初ないんで、強振ない時にダメージを取りたいですね。ここは特格を近距離でこすって、ブメから特格アセと。いいね。ダメージ、まあまあ出てますね。230くらいか。相手は強振だったんで、これは逃げです。ガン逃げ。最近よくハイニューのファンネル、ヘイトを集めてるんですけど、まあ何もしなければ、普通に完成上昇して、ね、逃げてれば、当たらないですね。何かしらポチポチ押したり、足止まる行動とかしたりすると当たっちゃうんで、とりあえず何もせずに逃げましょう。で、ここは、あえて強振なくなったんで、この間に入りを攻めに行きたいな。特格メインから、格闘するが当たらずと。で、ここはどうする？ここはケルディムをしっかり特格で取って、ダウンさせる。この流れやと、かなり、いいんで、ここからまた特格こすって、この当て方あまり見ないですね。僕、特格軸合わせて着地狙いつつ、そこから射撃派生とかゲロビとか
ブーメランやるイメージだったんですけど、割と近距離相手が後ろブーストして逃げるって呼んだら、あれですね、突角強いですね。相手排入の強振が終わり、こっから突角からのアンカーからの格闘派生からの突角派生で、で今ちょっとスカシコンしたんですよね。このキャラ N2 段目と突角派生の3、4段目どっちかが強よろけなんですけど、その強よろけに対して何捨てするのか分からんねんけど、 N 学をするとなんか N の初段が逆になんかしょぼすぎて、 N の初段が使って2段目当たるらしいんですよね。そっから突角派生してましたね。で向こう覚醒、これは覚醒するが、まあ、無理せずにちょっと見るだけ見て、まあ、逃げますね。排入のちょっと S 覚醒も強すぎるんで、ここは着地間に合ったと思ったがシードの硬直で取られましたね。84と183で、これは忍者が落ちたいな、忍者が落ちたいんですけど、これはケールディムか、ケールディムに突角からの射撃派生、ちょうど向こうアサルトモードをつけてたんで、振り向き メインじゃないわ、振り向き角度のところで刺さりましたね。でこうなると排入が守ってくるんで、隙を見て覚醒して、向こうも覚醒するが当たってるけど、まあ追撃できないですね今のは。でも向こうに覚醒を使わせたんで、これは良しとしましょう。ここはうろちょろしといてね、相手が攻めてくるのもあって、ここはガードされるがちゃんと B 目取る、ともいきは覚醒技と、まあ、ここ覚醒技からって、まあ痛くはないでしょ、もうケルディも覚醒ないんで、あとは、まあ、アサルトモードもつけてるじゃないですか。まあ、ケルディム、アサードモードつけてるときって回収できないんで、バリアあったとしてもバリア張れないですよね。まあ、そういうちょっとデメリットもありますが。で、残り40秒で、ここはそろそろ仕掛けに行くか、バリア使わして、アメキャンと、で、突角避けられて、着地にブメからのビーム打った後、また相手のメインで、クロスして、フィニッシュですね。やっぱり忍者やっぱ強くなりましたよね。どっからでも火力出るようになったし、もともと足めっちゃ速いんですよ、忍者って。なので、普通に感性上昇してるだけで取れへんし、まあまあ評価高いです、僕の中でも。トップのハイニューとか、スカイダークアンドと言われてますけど、その下にはいると思います。運命とかと同じぐらいですかね。では、第3試合行きましょう。これまた相手がハイニューですね。で、相方がフラカスと。で、こっちの相方はケルディムと。まあ、さっきの対面の桜井くんですね。それでは見ていきましょう。まあ、先ほどの試合と一緒で、強振が溜まるまで、あとはフラッグの強化溜まるまではちょっと攻めたいんで、攻めに行きたいはしっかりフラッグのオブツムーブのね、射撃派生でしっかり取られますね。あれでもうまかったな、ちゃんと。ちゃんと下がりつつ着地にやってたんで。で、もう20秒ぐらい経ってんで、ここそろそろ溜まるんか、溜まったんで、ここは、強振中、あとはフラッグカスタムが強化中なんで、逃げです。逃げましょう。こうやって着地にファンデラー刺さるのもしゃあないんですけど、基本は着地に当たるのはいいですわ。空中でちゃんと当たらないように避けるよう練習すれば、皆様多分避けれるんで、何もせずに完成しましょうね。お、相方、ゲロビ流れてるし、体力が不吉やな。大抵、通常時なんで、攻めたいですね。攻めたいが、ちょっとバリア来て、ここで、格闘か、ビームを取ると思ったら格闘が出ましたね。で、こっから、突角、サブ、キャンセルからの格闘派生で、しっかり取って、迎撃されましたが、まあ、ダメ勝ちでしょう、これは。まあ、いい感じになってきてんで、あ、そうそう、あのね、ストフリの突撃アシトも、まあまあ、えぐい誘導したりするんで、気をつけてください。なんか、曲がるときはすごい曲がるんで。でも、その代わり、ああやって、当たり方おかしいけど、今みたいに見えました。初段は当たるけど2段目すかすっていうね初段性能はいいけど2段目当たらんかったりするんで、でここ相手を落としたんで、でもこっからね、また排入の S 角がな、ちょっと3000人超えたし強すぎるんですよね。多分ここはうまいことね逃げたいですが、相方ゲロビくらい、ここのフラカスもちゃんとクロスバーストしていくが現役ですね。他も相方見捨てて逃げましょう。排入がこれね、そう、排入を押した後に覚醒して終わるじゃないですか。その後また強振溜まってるのがエグですね。でフラカスの下角食らって、これちょっとまずいが、頑張って排入の強振から逃げたいですね。と思いきや横徳からの相方ちゃうか、ファンネルか、ファンネル当たって落ちましたね。これまずいが、
まあ、冷静にブメからダウン取ってフラカス落としたんで、まあ、言うてフルカクは何でも起こせるんで、まあ、この状況別にそんな不利ではないですね。ここは逃げたいがアシスト当たってアンカーから突角4段か5段か5段かなんかスカシコンしてましたね。今もスカシコンしました。 N 角の3段目じゃないな、5段目やな、5段目ぐらい。まあそれは置いといて、バリア来たんでこれ覚醒来たですね。だけど覚醒来たんでここから覚醒して仕掛けたユニオンフラッグに突角からのアンカーか、アンカー発生ですね、新しいやつでフィニッシュと。では、忍者視点はこれで終わりです。またよかったら高評価とチャンネル登録お願いします。